もうじゃそれこそデビュー前にさ、デビュー前はエイペックスやろうと思ってたの。それこそサムネイルとかも作ったし、あのキーボードとかマウスとかも、あのシシロンに聞いてさ、エイペックスに向いてるやつを買ったんだよ。そう、ラミーの伝説のエイペックスのサムネイル見るか？二度と使われないサムネイルだよ。結局、この一年半ぐらい使わなかったな。FPS ド素人の赤ちゃんプレイ、Apex Legends。大真面目にプレイ、本気のクソ雑魚。これね、これはもうデビュー前に作ってたの。デビュー前に作って、まあ、結局、使わなかったね。使わなかったし、使う予定もない。逆に見たい。もうやる、もうやる、やる、もう本当に無理。なんならサムネの作り方も懐かしさを感じる。待って、これ作ったの2年ぐらい前だからね。そう。まだね、でも結構使ってない。前にもでも見せたな。前にも見せたけど、使ってないサムネイルね、ちょこちょこあるんだよね。やろうと思ってたゲームだけど、やらなかったとか。これも使ってない。マシュマロ雑談。これは、マシュマロで雑談やるんやろうと思って、準備したんだけど、全くやらなかったっていう。マシュマロをやらなかった。これも使われなかったやつ。これ見せたの本当に初めてだと思う。ご規制を紹介する。っていう、配信をやろうと思ってたんだけど、そう、これもちょっとできんかったっていうね、配信。まあまあまあ。ねえ、そう。結構ね、サムネイルもちょこちょこいろんなの作ってたんだけど、そうだよな。使わなかったね。あー、これとかでも、酔っ払っ、これも、使えなかったやつ。これも、まあ、まあ、大人の事情で、使えんかったりとか。まあ、そう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 。そういうね、なんかいろんなこうサムネイル、サムネイル結構ね、あったんだよ、まだ使ってないやつ。